山ー、どうも山内よぶです。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はですね、いきなりライブにお越しの皆さんとお笑い IQ テストなんかやってみてね、ちょっと楽しんでいきたいなと思ってるんですけれども、今からいろんなシチュエーションで三河圭一さんがあの名曲サソリ座の女で登場します。でも三河さん本人登場しませんよ、これの関係でね。で、なので皆さんの想像力ね、お笑い IQ イマジネーションでちょっと、そこを補ってもらえたらな。お笑い IQ は高ければ高いほど楽しいテストとなってますのでね、楽しんでいただければと思っております。まずはレベル1いきましょう。レベル1はですね、女神編です。それでは参りましょう。クイズ三河健一。オス、オラ正直者の木こり、今日も泉のほとりで木を切るよ。カンカンカン、つるあふわ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 、ちゃんぽーん。ああ、親からもらった大切なものが泉に。この先俺は一体どうすればいいんだ。ああ泉が金色に光ってる、ブクブク言ってる、ブクブク言ってるよ。ああ、中からびしょびしょの三河さんが。はい。びしょびしょの三河さん想像できたかなと思ってますけれどもね。じゃあ続いてちょっとレベル上げまして、レベル5ですね。ドラマの撮影現場での NG シーン、これ参りましょう。参ります。クイズ三河圭一。アテンションプリーズ、本日は山内千代文エアラインにご搭乗いただき誠にありがとうございます。まもなく客室乗務員が皆様のところにお伺いいたしまして、お食事を配らせていただきます。ビーフオアチキン、ビーフ、ライス。ビーフはチキン、チキン、ライス。ビーフ、お客様、大丈夫ですか？お客様、早く機長に連絡を。どうしましょう、どうしましょう。誰か、誰かこの中に。はい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 、ミカさん、はいはいはい。はいはい、ミカさん、今のタイミングじゃないです。誰かこの中にお医者様いらっしゃいませんか？で、タタタタですよ、ミカさん。はい。あら、そうなのっていう声ね。ですけども。飽きました。じゃあ最後です。最後いきます。最後レベル10、ちょっと難しいですよ。レベル10はですね、裏切りの裏切りです。それでは参りましょう。クイズ三河健一。健一。あ、ザバーザバー。これ海辺です。海辺。ザバーザバー。健一、お前が地球に接近してる隕石に向かって核弾頭を積んだロケットでぶち当たったって、それで地球を救ったって、最後さっき日本政府から連絡が来ても、ケイジ、お前死んじゃったのか。嘘だよな、ケイジ。お前は無敵のケイジだったじゃねえか。今も何泣いてんだよっつってひょっこり出てくるような気がしてるよ、ケイジ。嘘だと言ってくれよ、ケイジ。この曲はケイジの曲。どこ、どこにいる、どこなのケイジ。俺に姿を見せてくれよ、ケイジ。あ、いたー。コロッケかい。コロッケかい。ってことでね、ケイジが生きてたって裏切りに見せかけて、実はコロッケだってさらに裏切りでございました。以上、クイズ三河健一でした。次回はですね、皆さんの心をずらっとさせるクイズ藤原紀香でお会いいたしましょう。それでは皆さん、また来週、バイバーイ。